タムタムありがとう、ディノズさんありがとう。タムタムありがとう。ヤッホー、こんばんは。池袋、まさかの落選。そう、落選が出てるみたいで、うん、池袋落選、うん、頑張ります。今日もレッスンしてきました。あたた、のぶちゃん、セミルクさん、まやとみさん、ありがとう。頑張りやつ、頑張ります。もうすぐ選抜。ね、選抜。うん。でしょ、ありがとう。サイン会、え、嬉しい。ジェル、ケンメさん、ありがとう。今日もね、千穂さんとマイキューさんとお話できて嬉しかった。スタンディング、確かに。チューさん、こんばんは。チゲさん、今日は千穂さんと話したら長くなっちゃいそう。千穂さん優しい、なんかすごく笑ってくださる。押さなきゃなのか、押さなきゃなのか、てんてん。なんかすごい笑ってくださる。とね、なんだっけ、あの、アンパンマンのシールをマイキューさんに渡しました。アンパンマンのシールをマイキューさんにあげました。でもすぐにもう今すぐにでも取れそうだ、シールが。私がどこに貼ればいいって言って、私がじゃあレッスンごとに貼ったらもう取れそうでした。粘着力が少なかったシール。チャラッピさん、ありがとう、ありがとう。チュッチュン、
猫ちゃんカフェ行こう、行きたい、行こうっていうお話を今日しました。猫ちゃんカフェ行きたい、もしかしてこれは私のおしめ様がまた、え、嘘、なんとなんと、これは本物かな。こんなすっぴんなので恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしすぎる、恥ずかしすぎるよ。嬉しい、今日も来てくださった。もう NMB 劇場に行くのが楽しみでございます。嬉しい、ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい、本当に、こんな可愛くないのに、ちょっと NG なんですけど、嬉しい、ハートありがとう。え、会えるかな。そう、会えたらもう激嬉しいです、本当に。出張公演の今レッスン最中です。レッスン最中なんです、頑張ります。会いにドキンドキュンドキュン、ドキドキだ、ドキドキすぎるよ、楽しみが増えた、とてもとても楽しみが増えました。恥ずかしい、こんな髪もボサボサで、頑張ってくれ、え嬉しい、そんなこと、嬉しい、ツーショット、ツーショット撮れたら、嬉しい、ドキ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 だよ、本当にドキドキ、楽しみが増えた、本当にその楽しみを元に頑張りたいと思います。レッスンとか嬉しい、それを楽しみに行きますね、嬉しい。私のことまだ覚えててくださったなんて嬉しすぎる、頑張り、嬉しい、嬉しい、楽しみすぎる、ちょっとリア中も手が震えちゃいそう、写真撮るとき、撮れるかな、うまく、ヘキさん、だんだん、ありがとう。緊張、緊張。ミラボール、ありがとう。緊張する、今日から。楽しみだ、楽しみが増えちゃった、ドキドキすぎる、NMB さんの曲もあるので、ちょっと頑張ります、本当に、頑張りやちゅう、
身長、確かに。うん、嬉しい。本当に緊張して多分うまく喋れない気がする。直接会えるなんて。何の映画？そうなんです、昨日サイヤンさんと映画行ったんですけど、うん、6人の大学生の嘘つき、ん？みたいな。そう、6人の大学生見ました。難しいお話でした。そう、サーヤンさんと、サーヤンさんとデートしました。リュウチュウすやすや、やばいやばい。そう、すやすや、嘘つき妙理むずい。誰？私、浜辺美波さんとか山下美月さんとか、あとお前男性の名前があまりわかんないんですけど、名前なんだ、なんだ、忘れちゃった。押し増しね、明日は押し増しができない。本当に皆さんありがとうございます。佐野、あ、そうそう、佐野くんだ。佐野くん面白かった。でも難かった。うん、そう、大人向けかな、なんか2桁ポチって、え、嬉しい。これは圧たっぷりで、誘われて、え、なんか次いつ休みなのってなって、次は何日休みですって言って、なんだっけ、 LINE が、次は何日休みですって言って、で、なんかもともと試験広島城じゃなくて現代美術館の、そう、近くの試験に行く予定だったんですけど、そう、行くつもりだったんですけど雨予報で急遽映画館だ、雨だとなって、雨だとなって、雨の日でも遊べるとこといえば映画ってなって映画行きました。出勤行きたかった。そう、室内に、そう、予定変更で、そう、映画チュロス。サイヤンさんは、サイヤンさんはツリトスが三角でチュロスが丸。この話を聞いてみてください。サイヤンさんはチュリトスが三角でチュロスが丸。なんか私とサーヤンさんの間で丸と三角とバツというのがあって、花丸、二重丸って、なんか好きな食べ物とか聞くじゃないですか。好きな食べ物、例えばお好み焼きは好きですかって言ったら、お好み焼きは
20丸とかパクチーは×とかシュークリームは×かなとか三角寄りの×かなとかそう丸と三角と×で。その映画絶対見に行く？ぜひ。とてもなんかね、うん、なんだろう、頭使いました。じゅんさん、ありがとう。結婚して法的に無理。デートするにはもっと好きになってください。そう、三角かバツか丸。ん？カレーはサンヤンさん20丸だと思います。カレー好きって言ってました。で、まだまだ好きが、そう、もっと好きになってくれなきゃ、てんてんてん。例えば、サーヤンさんのバツな食べ物は、チーズと牛乳とプリン。乳製品が苦手なものが多かったです。で、なんか三角なものもあったんですよ。で、一番好きな食べ物は何ですかって聞いたら、全部プリンは、プリンはプッチンプリンは丸って言ってました。でも普通のプリンはバツ。豚キムチ、サンヨンさんのおすすめのキムチは牛角の、あの小包装みたいな、なんか一食分のキムチみたいな。サンヤンさんのよく食べてるキムチは牛角の小包装されてるやつ。そう、私ね、そうジェリーみたいってそう、サンヤンさん、お化け屋敷はね、バツって言ってた気がします。怖いのは NG なのかな。まー、あ、ちゃん、ありがとう。ちょっと待ってね。みんなに見せたいものがあるんだ。壁と向き合ってみてください。サンヤンさんのサンヤンさんの図鑑書いてるんだ。サンヤンさんの図鑑、サンヤンさんの好きな食べ物は
発表しますね。チュリスも、チュロスも追加しなきゃ。ペンないかな。サンヤさんの好きな食べ物、キャベツ。お好み焼きが好き。みかん、レモン。ハンバーガー、ハンバーガーはモス派。照り焼きが好き。エビフライ、ケーキ、ティラミスは苦手。お寿司はエビとサーモンが好き。嫌いな食べ物はチーズ。ピザのチーズは食べれる。牛乳、プリン、プッチンプリンが好き。シュークリーム、牡蠣。で、サーヤンさんは好きなスパイファミリーはボンドが好き。食べ物三角、春菊。まだ書き足さないと。サンヤンさんが好き。ちょっとペンがあるので書きます。更新します。お、ペンがついちゃった。チュリス、チョリス、チュリス、チュリス丸、チュリトス、三角。チュリス、チュロース、サーヤンさんは。浜辺、サヤさんの中身。ガチャガチャが好き、ガチャガチャ好き。そう、ガチャガチャも行きました。ガチャガチャ映画館の終わりに行きました。ポップコーンはキャラメル。ピアノちゃんが好き。
そう、サイヤンさんのタンプレもう、あ、みんなやっぱりハッとするから押せない。更新、チュリスは、チュロスは丸、チュリトス三角、浜辺美波さんが好き、ガチャガチャ好き。更新しました。完成したら売る？売る？サイヤさんの。更新。結婚して、法的に無理。法的に無理。ほっこりしますか。そのノートに書いてるかも書いてるかも。ガンバレットさん、ありがとまた、ありがとまただよ。頑張ってさん、法的に無理。リーチはこの図鑑は永久、もうお家にずっと置こうかなと思います。サンヤンさんに完成したらあげようと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしくてあげれなくなっちゃった恥ずかしくて。こんばんは、はじめまして、嬉しい、来てくれて。うさぎちゃん、結婚して、ありがとう、本的無理。ちょっとリエチュー、ちょっと恥ずかしくなってきたので、これはお家に保存してきます。ありがとうくん、そうだ、インスタで公開、インスタで公開、ちょっと恥ずかしいからできないかもいつか公開する日あるかな。プレゼントちょっと恥ずかしいのでできないかも書くだけ。攻略本、サイヤンさんの攻略本。みー、ありがとう。あ、テロップ加工マイキューさん、チホちゃん、マイキューさんとチホさんは今日話したんだ。マイキューさんが前髪切ってた可愛かった。お久しぶりですって。マイキューさんの苦手な食べ物、桜エビって言ってました桜エビと、なんだろう、なんだっけ、
なんだっけ、パクチー、なんだっけ今日聞いたんですよ、野中かまぼこ、なんで知ってるの、なんで知ってるの、パクチー苦手、え、違う、今日聞いたばかりなんだ、今日聞いたばかりですよ、千穂さんの苦手な食べ物は聞けてなかった、マイキューさん苦手な食べ物、うん、桜エビと、今日何話したか、もうちょっとお話できて嬉しくて、お話できて嬉しくて覚えてないやあまり覚えてない、最後に話したのが嬉しくて、あのあまり覚えてない、セービアスティン、どうなんだろう、今度聞いてみますね、リエチは先輩だれ、そんなことないよ、そんなことないよ、カニもダメかな、そんなことない、リエチは決してそんなことはない、そんなことはない、トトニャンさんありがとう、リエチはお話ししてるだけだもん、ジャンバイさんや、リエチュー人たらしてないもん、明太子、え、初席、皆さんチェキ12月2日までです、ぜひ1枚でも2枚でも3枚でもお待ちしてます、あの3種類用意して、3種類用意します、1つはコスプレしようかなって思ってます、さて、え、ツンツンチュンチュンマンチェキ、そうチェキ今申し込み12月2日まで申し込みしております。ニックネーム登録、そう、ぜひ忘れずに。と、おすすめは、全部。コスプレ、楽しみにしててね。で、うちコスプレさ、にゃんこちゃん、にゃんこちゃんとか、にゃんこもいいなと思って、メイドもいいなと思ったり、めちゃめちゃさまよってる。どうしよう。欲張りでと、嬉しい！またチキチキ、
チェキ申し込み中なので、欲張りセット欲張りセットを申し込みお待ちしてます。ぜひいろんなとこにリア充連れてってくれたら嬉しいな。話したことない。ほんと嬉しいよ。のぶしゃん、いち早くお話ししたいな。チキ飯ぜひツイート待ってまる。3枚特典はちょっと迷ってる。どれかなんかめちゃくちゃデコっちゃうとか、3枚買った方はうらにもメッセージを書く。一緒にご飯、お、嬉しい。食べ分けしてください。どうになる、お、嬉しい。とっておきの選びます。でもなんかデコったりするとなんか取れちゃうみたいな、取れちゃったりすることがあったので、ちょっと頑丈にデコりたいと思います。今回は頑丈に。こんばんは、メタボさん、リアジに夢中、こんばんは。チェキ申し込みお待ちしてます。幸せになるって聞いた。本当？幸せになります。ぜひ皆さんリア充時期、リアピョン隊の加入お待ちしてます。リアピョン隊に入っていけると嬉しいな。次始まりかな。嬉しい、のぶちゃんにかけるの楽しみだよ。やるしかない。あ、両方とも、え、嬉しい。とちゃんも入りたい。ぜひあの X とか、今インスタグラムも先ほど開けたんですけど、インスタグラムに URL を載せたので、そこから飛んでくださるとここ購入ができますので、ぜひリアピョン隊の紙お待ちしてます。チェキ申し込み、そう、このチェキがリアピョン隊のカード、リアピョン隊賞、リアピョン隊賞だよ。だから前回もチェキゲットしたって方も更新しに来てください。みかん食べたくなっちゃった。そろそろ男女もんかな。そういえば皆さん、あのドゥームズデイのゲームたくさんプレイしてくださってありがとうございました。名前呼んでくれた、ドキドキ。今日もお疲れ様、みたびょさん。たくさんドゥームズデイの配信、ドゥームズデイをしてくれてありがとうございました。本当にありがとうございます。とても負担をかけてしまったのかもしれませんが、本当にありがとうございます。たくさん負担をかけてしまって申し訳ないんですけど、みんながたくさん頑張ってプレイしてくれて嬉しかったです。本当にありがとうございます。私はなんかゲームとか本当に途中というか全然参加できてなかったんですけど、本当に申し訳ないんですけど、ゲーム
本当にショーケースの言い訳になっちゃうかもしれないんだけど、本当に体調崩したり頭がパンク。お、あれですか、選抜発表。リンネさん、おめでとう。サチタンも昨日発表されたり、サチタンおめでとう。本当にサチタンの可愛さが全国に広まってくださると嬉しいな。サチタン可愛いよ。サチタンの笑顔でみんなを笑顔にできると思う。サチタン大変、これからも大変な、大変になっちゃうかもしれないけど、頑張ってね。本当にさちたん LINE しました、さちたん頑張ってって。嬉しい、こうやって同期から新しい風を。サチタンが吹かせてくれると信じている。楽しみ。 MV も楽しみだ。はい、どうもありがとう。じゃあうちも頑張るよ。にぎにぎ会お待ちしてるよ。にぎにぎ、にぎにぎお待ちしてるよ。楽しみで夜しか寝れない。じゃあそろそろ団長もかな。みんな見てくれてありがとう。鼻が詰まる。神戸さん、え、嬉しい。みたん鼻が詰まっちゃう。13位はまーちゃんさん、まーちゃんさんありがとうございます。12位いわちゃんありがとうございます。11位まやたみさんありがとうございます。14位しぐたんありがとうございます。9位やっぱさんありがとうございます。8位たいまのかおさんありがとうございます。7位ゆいちさんありがとうございます。6位ティティじゅんさんありがとうございます。5位みーありがとうございます。4位かおべのひっきーさんありがとうございます。3位あちえさんありがとうございます。2位たむたむありがとうございます。1位がまるてさんありがとう。インクだし宝物ありがとう。オムライス、お、嬉しい。ウィークさん、え、嬉しい。メタボシャン、また早くお会いしたいな。配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。まただよ。いい子いい子してあげた。いい子して。いい子いい子して。じゃあおやすみに。大丈夫。ありがとうさん、ポポさん。行く行く、よしよし。